皆さんこんにちは、ペソでございます。三国志2の56回目ですね、やっていきたいと思います。で、ここはあれですね、長安、いやもしかしたらちょっと天水のあたりに、ね、なるかもしれませんね。私ずっと長安言ってましたけども、でメンバーがねそこそこ揃ってるので、そうですね、まあ知力の高い方数名をちょっと清涼の方に送り込みたいなとは思ってます。でこの中で、まず現場にちょっと向かってもらいたいのが海良さんで、炎鵬さんで関数さんかな。まあ3人ちょっととりあえず送り込みましょう。関数さん、海良さんで炎鵬さん、はい。ちなみに14国はこんな感じですね。まあ、玄関さんの兵はかなり消耗してますけども、もう一回ちょっと寛平さんからアタックできそうですよね。まあ、万が一従わなければっていう条件ですけどね。おっとっと。で、前線に、ゴランさん、ライドさんのね、食コンビですね。で、大平さん、超人さん加えていきましょうか。まあ、最終的には、リゲンさんに見てもらおうかな、やっぱり。まあ、リュウハさんすぐ寝返れることもないので、頭含めて移動しちゃいましょう。まあちょっとね訓練度は足りないかな。ということで領城さんあたりにちょっと訓練してもらって。感じですね。じゃあ前線に向かいましょう。ああそっか、ゴランさんが動けないのか。じゃあライドさんちょっと待っておきましょう。はい、リゲンさんで、ここは李海さんのところですね。まあ訓練して仕上がったらまた移動ですね。はい、さんかなと劉海さん残して移動ですね。もう
来月ぐらい。ですよね。訓練とかあとは、で念のため捜索ね。お、両義さん。お。ほう。さあここは、相変わらずちょっと国力を鍛えるところからですよね。前奏さんにも訓練ですね。これでどんな感じ？あと遺跡さんの分だけですよね。はい。ここもまだ国が仕上がってない。まああまり役立たないけどね。はい。で女性さん、はい。ここはそうですね、通過点なので。してないだけなんですから、まあもうここはいいでしょう。はい、王さんさんのところですね。さあどうしようか、こっから行っちゃうか。まあ何人かはね手はずを整えたので、今ですよね、行くとすれば。で米はちょっとね長期戦覚悟してたんまり持っていくことにしましょう。よし行きましょう。ちょっとメンバーがね、はい、10番ぐらいでいいかな。おい、あー、カンネさんか。いや、行かない。基本的にはね、リーさん出てるでしょ。よし。よし。まずね。ああ、隠れてたか。しまった。
うん、ダメ。まあ、減りは早いですよね。外側から移動してきましたね。お、翔子さん来た。はい。これはチャンスですね。誘引された。あー、チンブさんね。あれ、でもチンブさんって前告知じゃなかったっけ。
誰だ。ああ、集大さんか。ほいほい。まだいたかな、森の中に。ちょっとやばいね。さあ誰行こう。ギエンダメかい。待機しましょう。やばい。まず柔らかいですよね。ほう、突っ込んできた。
もう一回カンネさん、えい。ダメだね、やっぱりカンネさん、さすがにこの名称と言われてるだけあって、あー、集大さんと捕まえれそうですね。よし、集大さん捕まえたよ。さあ、あと誰いける。定宝さん、もう一回よ。あー、ダメか。よし、もうね、囲っちゃいましょう。はい、コマンドがね、横行してますよね。よっ。そうですね、とりあえず手前から囲っちゃいましょうか。あー、リーさんちょっと危険だな。退却しよう、そろそろ。さあ、動けないね。で、退却。まあ削るしかないですね。おー、そうきたか。とりあえずね、囲ってるところからいきましょう。はい、これで逃げるでしょう。はい、ロシクさん。さあ、長期戦になりそうな様相ですね。
まあ消耗戦ですよね。逃げちゃおうかな。ああ、ソニーさん捕らえたね。はい、囲っちゃいましょう。そこ関連さんか。そんな甘かないね。はい、来月ですね。はい、ということでですね、ちょっと戦闘長引いて申し訳ありませんでしたけど、今回ここで終了させていただきます。三国志2の56回目でした。さあ、援軍を送るかどうかをね、ちょっと迷ってますけども、まあ27国からだったらね、援軍全然送れますのでね、ありといえばありですね。頑張ってみたいと思います。ではお楽しみにしておいてください。さよなら。